シーズ805ブレンは、チェコスロバキアのチェスカーズブロヨフカ国営会社で開発されたアサルトライフルである。VZ58 の後継小銃であり、2011年より調達が始まった。チェスカーズブロヨフカ社が、VZ58 の後継を目指して、シーズ805ブレンを開発し、後にチェコ軍に採用された、改良型のシーズブレン2があり、 こちらもチェコ軍に採用されている。シーズ805ブレンの使用弾丸は 5.56X45mm ナトウ弾であり、作動方式はショートストロークピストン式を採用している。コッキングハンドルはボルトの作動に連動するが左右に付け替え可能である。アッパーレシーバーはアルミ合金製、ロアレシーバーは樹脂製となっている。マガジンは 樹脂製の独自規格のものとスタニッヒマガジン、H&KG36 用マガジンのうちどれかを使用することができる。レシーバー左側面にのみ、ボルトリリースを備え、マガジンリリースとセレクターは左右両用となっている。セレクターポジションは、セーフ、セミ、二点バースト、フルオートとなっている。ピカティニーレールを標準装備し、折りたたみ式ストックは、長さの調節が可能である。 標準のアサルトライフル型である CZ805 ブレン A1 の場合は 360mm の重心。カービン型である CZ805 ブレン A2 の場合は 277mm の重心が装着される。重心は非常に高い精度と耐久性を確保するためにクロームメッキが施されている。派生型として民間市場向けの半自動のみの CZ805。 ブレム S1 7.6239mm 弾を使用する CZ807 が製造された。CZ ブレンに導入以降はメーカーの公式サイトでは805ブレム807は型落ちとなっている模様である。CZ ブレンにと呼ばれる軽量な改良版の導入が2015年10月に発表された。現場の兵士によって要求された多くの修正が 組み込まれている。シーズ・ブレには0 5ラムの重量の削減がなされ、チークピース調節機能及びニッテ点バースト機能が省略され、5 5 6 4 5ト、mm、ルナトー弾用マガジンはスタニッヒマガジンのみ使用できる。コッキングハンドルはボルトに連動しなくなり、トリガーガード内にはボルトリリースが追加された。追加されたボルトリリースは下方向に押すことで、 ボルトキャリアが解放される方式となっている。CZ ブレンには 5.5645mm ナトウ弾または 7.6239mm 弾に対応している。後径変更は重心を交換し 5.5645mm ナトウ弾または 7.6239mm 弾のマガジン装着機構をそれぞれ挿入することで素早く変更できる。 二つの口径に対して三つの異なる重心長が提供される。5.5645mm トー弾の場合は、207mm、280mm、および 357mm。7.6239mm 弾の場合は、227mm、280mm、および 357mm である。 それぞれの重心を装着した重量は 5.5645mm、ナトー弾の場合は 207mm で 2891g、280mm で 2986g、よび 357mm で 3103g、7 6 2 3 9ト、mm、ル弾の場合は、mm、2 2 7トルで2 8 4 7ム、280g、 ミリメートルで2896グラムおよび357ミリメートルで3009グラムである。CZ ブレン2の派生型として、CZ805 ブレン S1 に代わる民間市場向けの半自動小銃として、CZ ブレンに水が導入されている。223レミントン弾、7.6239ミリメートル弾に対応している。CZ ブレン 2BR は、 7.62X51mm NATO 弾に対応する派生型であり、407mm の重心を備え、重量は 3778g である。25発マガジンが装着される。ありがとうございます。